それじゃあね、えっと2本差 DNA の片方の鎖を X 差もう片方の鎖を Y 差として X 差のうちの X 差の塩基のうちの20%がデニン28%がチミン22%がグアニンだった X 差の等としの割合は過去には2本差全体の日本差全体の,日全体のこの2本差の塩基全部合わせたうえ全部合わせて考えて2本差全体の塩基100個中 ググアアニニンはは何何個あるかかの割合パーセトですか答えてみましょうこんなふうにシャルガフの規則を使ったような問題で x 差と y 差をね分け,分け出したらちょっとハイレベルな問題でこんなふうな図を描いた方が良いです x 差アデニンは20%パーチミンは28%パーグアニンは 22%y 差全部の塩基の割合不明じゃあちょっとね一個一個穴埋めてみましょうまず 差の X 差全体の塩基のうち、シトシンの割合は分かってないから、X 差全体を100%としたときに20%がデニ、28%がチミン、22%がグアニンだったら、X 差全体100としたときに、シトシンの割合はこれは100から引けばいいんだから。と、100-20-28-22、28-28と22で50かな、567で30か、30。 X の親しみの割合は30%で他にもねまだ分かります例えば X さのアデニンと Y さのチミンってもう全然点でバラバラに存在しているわけではないよね X さのアデニンは必ずもう一方の鎖 Y さにあるチミンと手を結んでいたねだから X さの中に例えばアデニンが20個あったら必ず Y さの中にもチミンが20個あるんだねアデニン君のチミン君は絶対手を結んでいるからね だからここは20。同じように 283022x 差のシトシンの割合は x 差のシトシの割合は30で2本差全体のグアニンの割合まあ簡単に答えるんだったらこの2本差全体のって言われたら x 差と y 差の平均を取ります。 日本差全体のって言われたら、X、差と y さの平均をとります30と22の平均これはた30と22足したら52だから52を2で割って26これで終わりねえなんで平均とんやね30足す22で52じゃないのと思うよねだけどさ 52%ってこれ答えたときにちょっと不安に思わないかなだって52%って延期の半分がグアニンなんだよ。半分以上か <laughs>。それちょっと不安に思わないえ。そんなにグアニンって多いかなはい、不安に思うよね。これさ、この22って数字はさ、x 差全体を100としたときに22なんだよね。で、この y のこの30って数字はさ、y 差全体を100としたときの30って数字なんだよね。だからこれ、単純に足しちゃったら、これ、200個中52個ってことになっちゃうよね。えっと、 パーセントってさ、この26%って100個延期があったら何個はグアニンですか ?100 個延期があったら26個はグアニンですってこれ意味なんですよ。だから200個延期があったらって答えちゃいけないよね。200個延期があったら52個。だから52個って書いちゃダメで200個延期があったら52個。つまり100個延期があったら26個って答えなきゃいけない。このパーセントって、えっと、例えば、えー、犬の10%が尻尾振ってますって言ったら100匹犬がいたら10匹。 の犬が尻尾を振ってますって意味でこれ 100, をき100を全体と考えなきゃいけないんでこれはまあちょっとね細かい話にやんなっちゃうんだけどえ2本差2本差全体全体を考えた時考えた時塩基200個中塩基200個中52個が G でこの全体200 全体を200で考えちゃパーセントで答えるときはダメだから100個中は26は字だね200匹犬がいたら52匹が尻尾振ってましたってことは、えー、100匹いたらその半分の26匹が尻尾振ってましたとだもんねまあねでもぜ全体の割合引かれたらまあ平均取れるんだったら平均取っちゃうってう方がまあ素早くね答えられるかと思いますねあの2つの鎖を区別しだした時の問題でした